八聖人戦争は1375年から1378年にかけてローマ教皇グレゴリウス11世とフィレンツェ共和国を中心とした都市国家連合が衝突した戦争である。ジョン・ホークウッド、教皇軍のコンドッティエーレとしてミラノとの戦いで活躍した。八聖人戦争の原因はイタリア半島中部における 強硬量の拡大に対するフィレンツェ共和国の抵抗やフィレンツェ共和国自身の内部で繰り広げられていた強硬派と皇帝派の構想にある。1372年、グレゴリウス11世はルニジャーナ付近の領地の再選挙を試みた。ここはフィレンツェがベルナボビスコンティから奪った土地であった。また、グレゴリウス11世は、 フィレンツェがミラノのビスコンティケとの戦争への協力を拒否したことに対する報復として様々な反フィレンツェ的人物をかくまっていた。1375年に教皇とミラノの戦争が終結するとフィレンツェは教皇が軍勢をトスカーナへ差し向けるのではないかという恐怖に襲われた。そこでフィレンツェはシニョリアが任じた8人司祭委員会の決定として国内の聖職者 司教、修道院長、修道院、その他の教会機関から徴収した13万フローリンもの大金を、教皇軍の中心的な指揮官であった、イギリス人傭兵隊長、ジョン・ホークウッドに支払って、個人的な付箋協定を結んだ。これに加え、ホークウッドは、毎年600フローリンの給料と、毎年1200フローリンの年金を受け取ることになった。こうして、 対ミラノ戦のために雇われ、たびたび強皇支配下の都市で圧力を起こしていた、グレゴリウス11世のアルプス山脈外出身の傭兵隊は彼の手を離れた。八世人戦争期のフィレンツェ共和国の初期艦長、コルッチョサルターティ1375年7月、フィレンツェはミラノと同盟を結び、間もなく強行との戦争が勃発した。フィレンツェでは、 戦争における全権がシニョリーアに任命された8人戦時委員会に委託された。同1375年、フィレンツェは強行領内で反乱を先導した。ボローニャ、ペルージャ、オルビエート、ビテルボをはじめ40もの強行領の都市に工作員が派遣され反乱を起こすよう運動したが、大半はジルアルバレスであるボルノス数奇鏡の尽力により、 改めて教皇庁に服従した。人文主義者として知られる、フィレンツェの初期官庁、コロッチオサルターティは、教皇領の都市に書簡を送り、暴君的で、腐敗した教皇庁支配に反旗を翻して、古き良き共和主義に立ち戻るよう説いた。ロベールド・ジュネーブ。1377年以降、教皇軍の司令官となり、後にアビニョン教皇クレメンス7世となる。 1376年3月31日、グレゴリウス11世はフィレンツェ政府の全構成員を破門し、フィレンツェ氏を政務禁止とした。これにより、フィレンツェ内では宗教儀式の実施が禁じられ、フィレンツェ人の捕獲や奴隷化、全ヨーロッパにおける彼らの財産の没収が合法化された。当初、フィレンツェ人はカトリック教会組織に変えて、 無知だく業者のような更新運動やフラタニティの形成により対抗しようとした。その中で、それまで異端とみなされていたフラティチェリ派のような集団も再び台頭し始めた。フィレンツェの異端新聞書の大建築は破壊された。また、教会裁判所が廃止されたのを良いことに、シニオリアは氷菓子などの経済活動にかけられていた制限を撤廃した。 しかし1377年10月、フィレンツェ政府は、聖職者に、政務の再開を強要した。これを受けて、フィレンツェ大司教、アンジェロ・リカーゾリとフィエーゾレ司教、ネリ・コルシーニが、フィレンツェ領内から亡命した。シニョリアは地位を捨てた、高位聖職者たちに重い罰金を課して、財産を没収し、戦争によりますます膨れ上がる、軍事費を捻出するため、 宗教改革以前のヨーロッパにおける最大級の教会財産整理の試みが進められた。八成人戦争を通じてフィレンツェは約2500万フローリンを追やしたと考えられている。グレゴリウス11世の経済制裁によりアビニョンの銀行家アルベルティ家などヨーロッパ中に散らばって活動していたフィレンツェ商人たちは大打撃を受けた。ただ、 シャルル5世一家のフランスをはじめ多くの国々はフィレンツェに対する政務禁止令を無視した。ホークウッドはフィレンツェとの不戦協定を守り、強行領内での反乱鎮圧に専念した。そして1377年、彼はグレゴリウス11世を完全に見限り、反強行派連合に身を投じた。他のグレゴリウス11世に従うコンドッティエーレもロマーニャ内のみで行動した。 こうした中で、1377年2月に、チェゼーナで残虐な略奪事件が発生した。後に、チェゼーナの地獄と呼ばれるものである。1377年春、教皇側の傭兵隊が、それまで反乱を起こしフィレンツェの重要な同盟相手となっていたボローニャを再占領した。1377年、ロベールド・ジュネーブが、グレゴリウス11世の軍勢を率いて、 反乱鎮圧に乗り出した。グレゴリウス11世自身もイタリアに戻り、ローマにおける内保の確保に向かった。これにより、アビニョン教皇庁は事実上終焉を迎えた。船が難破するなどの苦難の旅の末、グレゴリウス11世は1377年1月にローマに到達し、翌百七十八年三月に同地で没した。百七十八年七月、 手彫りで平和条約が結ばれた。その背景には、グレゴリウス11世の死と公認ウルバノス6世の即位により、境界大分裂が勃発していたという事情があった。この条約により、フィレンツェは教皇に20万フローリンの賠償金を支払い、世俗政府が制定したあらゆる反共解放を廃止し、聖職者から没収されたり奪われたりした全財産を、 変換することになった。その代わり、教皇はフィレンツェに対する政務金指令を撤回し、破綻していたフィレンツェの教会組織と政府の関係を調停した。グレゴリウス11世の波紋直書では、八聖人のことを八人の司祭と呼んでいる。八聖人という言葉は、戦争中にシニョリアが任命した二つの八人委員会のどちらか、あるいは両方に由来している。 可能性がある。まず、フィレンツェ政府が13万フローリンをはたいて、ホークウッドと不戦協定を結ぶために、フィレンツェとフィエーゾレの聖職者に1年間の強制課税と強制借り入れを課して、費用を捻出することになり、一つ目の8人委員会が組織された。もう一つの8人委員会は、少し後になって強行に対する戦争を軍事的。 外交的に遂行するために立ち上げられたものだった。八聖人の内訳については今でも論争が続いている。課税委員会の委員たちを八聖人と呼ぶのが多くの学者たちの間の定説であるが一部には戦争委員会の委員たちこそ八聖人であると考える学者もいる。この戦争の八人を八聖人と呼ぶようになるのはフィレンツェの歴史家。 ドメーニコブーニンセグニーの1445年の文献からである。戦争と同時代のレオナルド・ブルーニーやジョバンニ・モレッリなどは、八聖人という言葉を用いていない。ブーニンセグニーは、ジョンピノランで1378年8月に創設された八人の集団を指してこの言葉を用いている。このンは八聖人戦争の直後に勃発した内乱だった。それとは別に、 1376年3月31日の強行直所で指定された波紋者たちについてはは、夫をデイプレティ、課税委員会のこと、直訳すると、八司祭とあだ名している。1375年7月7日に任命された8人、司祭委員会は、ホークウッドとの付箋協定否認室を目的とした、聖職者課税の実施のために任命された。 参加した委員の名は次の通りである。1386年8月14日には8人、戦時委員会が任命された。これは、ギルドの代表4名と、貴族の代表4名で構成されていた。ありがとうございます。